いや友人もねチャプチャプチャプ飲み楽しんでます。チャプ飲みチャプ飲みしてますね。これね最高ですわ、本当に贅沢。チャプ飲み楽しいわ。いただいたじゃない、買った炭がでかいんで割るしかないですね、これね。よいしょ、気持ちいい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 。よいしょ。ちなみにこれ足に挟んで撮影してます、これ一人で。友人のテントなんですが、ハンモックで寝るのかな今日。今も多分仮眠取ってると思うんですけど、巣が出来上がってます。かわいいですね、なんかこの感じ。午後5時を過ぎまして、ちょっとつまみ、これね、これが美味しいのでこれちょっと作っていきます。適当に切って、こう乱切りいいんですか、ちっちゃくね味が染みるように切っていきます。はい、じゃあまずオリーブオイル、油がねこれしかないんで、オリーブオイルこんくらいでいいのかな、ちょっとわかんないな。入れて、この粉ね、さっきのエビ塩きゅうりを入れて、わかりませんよ合ってるかなんてね、料理ね。元イタリアンレストランでバイトしてましたけど、美味しいかどうかわかりませんよ。ただ美味しいんです、これが、知ってます。これよく混ぜてからの、よく混ぜてから、あれちょっとこれ油入れすぎた系かな。でポイッツって入れて、ポイッツって入れて、ポイッって入れて、でこれを混ぜると。でまあちょっと冷やしといた方が美味しいのかな、味染みさせてからの方がいいかもね。一つ味見してみるか、染み込ましたいからね、できたら2日目のカレーみたいにね。一つじゃあちょっとちっちゃいやつだけ食ってみますね。いただきます。うまいわ、油多かったかな。始まったよ、火起こし始まったよ、バーベキューの始まりだよ。とりあえず酒のおつまみに生ハムをチーズで巻いたつまみですね。これは美味しいですよね。ちょっとチリペッパーとかかけてみて、おしゃれ風にしてみましたけど、かわいい。バーベキューも開始しました。今回焼肉を買ってないという、前代未聞の行為をしてますので、とりあえずソーセージを2本、2本だけ焼いてます。かわいいですねこれね。続いてこの子たちを切っていきます。何を作るんでしょうか、果たして。はい、じゃあパプリカちゃんをね切ります。よいしょよいしょよいしょ。何ができるんでしょうね。パプリカ切ったの俺、待って、マジで何十年ぶりかもしれない、下手したら。そんなレベルですよ。じゃあ今回のですねメインイベントですね、パエリアを、なんとなく作ってみたいと思います。まずこちら砂糖のご飯、ちょっとぼやけてるかもしれないですけどね、砂糖のご飯を、これ
本当に適当なんで、本当はね、まだできてないご飯を用意した方が良かったんですけど、もう気がついた時には時すでに遅しだったんで、いけると思うんですよ。結局蒸せばいいと思うんで、これ2つぐらいでいいかな。2つボン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 って入れて、あ、ちょっと量多そうな気すんな。あ、大丈夫かな、崩せないんで。一回そしたらこれね、パエリアの元を使います。これ美味しいと思うんで、元を使えば間違いない。元を、あ、結構ドロドロだな。水入れた方がいいのかな。かけてで、一回崩しますか、ご飯をね。崩れないやつか。ほう、まあじゃあこれ後で崩すとして、さっきのパエリアを、いや、これ先にこれ崩さないとまずいか。並べられないね、ご飯が染みないな。ここじゃあ一旦カットします。はい、だいぶ馴染んできたので、これに急いで、鶏肉を乗せて、鶏肉こんくらいでいいかな、もうちょいかな。いや、パプリカもあるし、シーフードミックスもあるから、こんなもんでいいか。これ余ったのは焼肉で焼きますからね。パプリカを綺麗に、こんなもんでいいかな。あー、やばいな、もっと細かく切ればよかったかもしれない。これ蓋閉まるか、その前に。大丈夫かな。なんとなくこれだけ並べて、最後にシーフードミックスを、手づかみでね、ドロンドンパッパッっていう感じでね。イカ多いな、イカでこれだいぶ稼いでないか。イカ稼ぎ多いんで、いかんですよ。はい、で、あとは強火で、何分か放置して、弱火で何分か放置して、最後に蒸らしておしまいですね。どうなるか楽しみです。これちょっとね、水入れるかもしれない。危ないな、これは。よろしくお願いします。はい、パエリアがどうなるか本当に楽しみ。はい、見た目はいいですね。やばい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 、溢れ出す煮汁が溢れ出してる。止めどない。これ耐えるしかないですね。これ耐えて収まって開けた時にはパエリアが、美味しそうなパエリアが完成してますんで、楽しみにしててください。いい香りはものすごくしてます。で、中火で15分20分今やったんで、そろそろ水分が飛んでもいい頃かなと思いますので、開けます。うわー、全然飛んでない。これはどうなるんだ。もうちょいかな、もうちょいやって蒸らしておしまいかな。やばいかもしんない。曇っちゃったね。はい、じゃあ今7時8時ぐらいですね、大体ね、わかんないですけど。みんな揃ったんで、改めて乾杯をしたいと思います。あ、開かない、よいしょ。じゃあちょっと軽くね、コップに入れて、銀河高原ね、私のね、いつも音も、あ、見えない銀河高原ね。はい、じゃあ、はい、お疲れ様です。乾杯乾杯乾杯。はい、一応レシピ通りにですね、全て終わりまして、いよいよ完成です。ではちょっと開けてみましょう。じゃじゃーん、お、見た目すっげーうまそう。あ、このまんまこれサムネにしよう。ちょっと待ってね、サムネね。え、これすっごいいいよ、見た目。これサムネ決定でーす。じゃちょっとこの後実食です。はい、出来上がりました。美味しそうっすね、シーフード。あー、倒れちゃった。シーフードじゃなくてパエリアね。いただきますわ。パエリアってこう結構お粥みたいな、
おじやみたいな感じの食べ物ですからね。団子状っすね。ちょっと食べてみます。うん、惜しい。おじや風じゃなければパエリアだった。ちょっと味薄いかな、ぼやけちゃうな。うん、大変だぞこれは、食い切るの。はい、じゃあ今回もですね、この辺でメインのパエリア完成して美味しくいただいているところで、だいぶ動画も長くなってますんで、前半はここで終了させていただきます。この後まだステーキやら何やらいろんなものを食べつつ、明日の朝、ここチェックアウトがね、午後の5時なんですよ。朝8時インの午後の5時まで入れちゃうっていう場所なんで、またそちら別の動画でアップしたいと思います。よかったらですね、チャンネル登録高評価などしていただいて、後編お楽しみいただけたら嬉しいです。ではまた。はい、完成しました。そうめんと、その他具材ですね。早速食べていきましょう。ちなみにこれサムネ用にね